熱海土石流災害の行政対応の再検証結果について川勝知事はきのうの県議会で土石流災害の発生を抑止することは難しかったと説明しました2021年の熱海土石流災害をめぐっては県が砂防法や森林法など6つの法令に関する行政対応について 去年7月から再検証を続けていました検証の対象とした法令は森戸行為に直接的に効果を及ぼすものではないためこの法令の適運用によっては今回の土石流災害の発生を抑止することは難しかったとの結論に至りました川勝知事は森戸に起因するとみられる伊豆山港の水の濁りの情報が関係者で共有されていなかったことや 個別法令ごとの行政対応について十分ではなかったことなどを明らかにしました検証結果の詳しい内容は来月7日以降の常任委員会で報告するとしています